マット・ニールはイギリスのレーシングドライバーである。イギリスツーリングカー選手権での活躍で知られており、2005年と2006年、よび2011年にチャンピオンを獲得。このレースでトリプルチャンピオンを獲得したドライバーの一人。彼は自動車メーカーのサポートを受けない、インディペンデントチームから長い間参戦していたことでも知られ、合計6度のインディペンデント部門のタイトルを獲得。 1999年に日産プリメーラを買って初優勝を成し遂げた。父親のスティーブによって設立されたゴーキングホイールのメーカーであるリムストックのグループマーケティングディレクターとしての一面も持つ。スタウアブリッジ生まれ。モトクロスでレースキャリアをスタートし、1988年にフォードフィエスタ XR にアイカテゴリーでドライブ。 彼は1990年と1991年に英国のグループ N チャンピオンを獲得。彼はまた BMWM3 で1990年にスネッタートンサーキットで行われたウィルシャー24時間レースを制した。1991年からイギリスツーリングカー選手権に参戦を始めた。ニールは1999年にこのプリメーラをドライブし、 初優勝を飾った。2006年のグッドウッドフェスティバル・オブ・スピードで、ホンダ・インテグラのデモ走行を行うニール。ニールは、1991年シーズンのシルバーストーン大会から、ピラミッドモータースポーツの BMW-M3 で BTCC デビューを果たした。1992年も自身の父親が運営する、チームリミストクから参戦した。 彼は1993年にメーカーのサポートを受けないドライバーが対象のインディペンデントタイトルを獲得。1994年にはマツダのセミワークスチームからクセドス6で参戦。しかしシルバーストーンでのレースでチームメイトのデイビッド・レズリーとボックスホールのクリス・グッド・ウィンと接触し、横転する大きなクラッシュを追ってしまった。ニールは以降のレースを欠場し、 松田もシーズン半ばで撤退してしまう。1995年シーズンは、再びダイナミックスから、ホードモンデオで参戦。2回目のインディペンデントのタイトルを獲得した。1997年シーズン途中から、日産、プリメーラに乗り換え、1999年には、ドニントンパークで、他のワークスドライバーを抑えて、前年型プリメーラで、初優勝を記録。この年も、 自身3度目のインディペンデントタイトルを獲得し、翌年も前年タイトルを獲得した日産ワークスが、不在の中、ブランズハッチ戦では、ホンダのトム・クリステンセンとフォードのリカルドリデルと優勝争いを演じ、再び優勝を飾る。この年も4度目のインディペンデントのタイトルを獲得した。2001年シーズンは、ヨーロッパツーリングカー選手権に参戦することになり、開幕戦のみ、 プジョーチームから参戦した。また同年の BTCC は大幅なレギュレーション回転がなされている。BTCC の開幕戦に参戦後、ニールは RJN モータースポーツからヨーロッパツーリングカー選手権のスーパーツーリングカテゴリーにエントリーした。マシンは BTCC でもドライブした日産プリベーラ。第5戦のマニクール戦から参戦を開始。 ニールは266ポイントを獲得し、ランキング14位となる。また最終戦のエストリルサーキットで優勝を飾った。2002年に BTCC に復帰。ニールはポールをニールと一緒にボックスホールアストラクーペをドライブする。チームはデレック・ワーウィック率いるエッグモータースポーツ。145ポイント獲得することに成功し、チームメイトを上回る。 シリーズ3位を獲得。2003年はアリーナインターナショナルからホンダシビックでチームメイトのアラン・モリソンとトム・チルトンと共に参戦。この年もシリーズ3位を獲得した。ニールは2006年に2回目の BTCC タイトルを獲得した。ニールは 2007BTCC シーズンにスネタートンでチームハルフォーズが運営するホンダシビックを運転しました。 ニールはチームダイナミクスに再加入し、ドライバーズランキング全体で5位、インディペンデントランキングでは4位となった。2005年にチームはホンダインテグラを独自に開発。インディペンデントチームながら他のワークスチームに対抗した。この動きは長い歴史を持つ BTCC でも非常に珍しいことだったが、ニールはブランズハッチでドライバーズタイトル獲得を決め、 全30戦でポイントを獲得することに成功している。またこの年のダイナミクスはチーム部門のタイトルも獲得し、2000年以来5度目のインディペンデントタイトル獲得となった。2006年もニールのインテグラは高い完走率を保持し、BTCC を2年連続で制すことに成功。チーム部門とインディペンデント部門のタイトルも合わせて3冠を達成した。 2007年はマシンをホンダシビックに変更して臨んだが、この年はセアトとボックスホール勢のタイトル争いとなり、タイトル争いもファブリッツヨジョバナルディとジェイソン・プラトが最終戦まで争い、ジョバナルディがシリーズタイトルを獲得。ニールはランキング4位に止まった。また、この年2回目の開催となった、 ブランズハッチでの第一レースでクラッシュし、一時的に入院を余儀なくされた。2008年は、ボックスホールの VX レーシングに移籍、ボックスホールビクトラをドライブした。しかし、この2年間は一勝ずつ上げるに止まり、2008年はシリーズ5位、2009年はシリーズ4位となっている。2011BTCC シーズンのブランズハッチでの、 ホンダレーシングチームのニールドライビングニール2017年英国ツーリングカー選手権のノックヒルラウンドでニールは2010年シーズンにチームダイナミクスに戻りゴードン・シェーデンと一緒にホンダシビックタイプ R をドライブしたドライバーズタイトルこそジェイソン・プラトに奪われはしたもののホンダの製造者タイトルとチームタイトル獲得に貢献し翌2011年にシビックタイプ R で 自身3度目のドライバータイトルを獲得した。以降も引き続き、ホンダのドライバーとして、毎年 BTCC に参戦。50歳を超えた2019年現在も、第一戦で活躍している。ニールは、オーストラリアのレースにも参戦経験を持ち、同国の耐久レースとして知られる、バサースト戦にも4回参戦。1997年と1998年に、 同国にて活躍しているスティーブン・リチャーズとコンビを組プリメーラで参戦。1998年には総合2位を獲得した。また同レースには2000年と2008年にも参戦している。ウィキメディア・コモンズにはマット・ニールに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。